ノーマジーン・モーテンソンは意図的に魅力的なマリリン・モンローという芸名をつけた後有名になった。1946年に20世紀フォックスの幹部によって選ばれたモンローという姓は彼女の母親の名字であり、マリリンという名前はグロードウェイスターのマリリン・ミラーから取ったものである。芸名とは俳優、ミュージシャン、コメディアン、パフォーマーといった芸能人が 芸能活動をする上で本名の他に持つな芸名は様々な理由で採用されている。状況によっては、使用者が芸名を本名として正式に採用する場合もある。芸名を使用する理由は様々である。本名が魅力的ではない、意図とせず面白いとみなされる、望ましくないイメージを投影する、発音や綴りが難しい場合である。また、 他の有名人と同一ではないが類似している名前、別の著名人によってすでに使われている場合も芸名が使用される。自主芸能人は注目を浴びるため珍しいまたは風変わりな名前を芸名にする。転職を意識している場合、例えばポルノスターは匿名性を維持するために芸名を使用する。作家の間で同等の概念はペンネームと呼ばれる。日本では 商標法第4条第1項第8号によると他人の著名な芸名を含む商標については商標登録を受けられない場合がある。ありふれた名前は商標法第3条第1項第4号の拒絶理由に該当する場合がある。中国では第三者でも登録可能だが本人の名前や芸名を許諾なく商標登録した場合は無効審判等で取り消される。アメリカでは アーティスト名等が商標としての識別力が問題で、拒絶されることは、ほとんどないが、単に人物を指すのではなく、シリーズ作品の出所表示として使用した実績がある、ことを証明しなければならず、他人が出願した場合は拒絶となる。ありがとうございます。